さんこんにちは、ジャッキーです。はい、今回はですね、ホットケーキミックスを使ってお子様なんかにも大人気のおやつレシピです。この表面のホットケーキミックスがふわふわサクサクで、中にね、かぼちゃを閉じ込めて揚げるんですが、これがマジでね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。このホットケーキミックスのほんのり甘い生地、そこに中のね、かぼちゃのホクホク感が加わって、マジ最高。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。かぼちゃ1/4個、まあこれ量は大体で OK です。綺麗に水洗いしてね、種は取り除いておいてください。ホットケーキミックス 100g、 牛乳 80cc、 マヨネーズ 20g、 スライスチーズ適量、まああってもなくても構いません。材料は以上です。はい、まずはかぼちゃをサランラップでぐるっと包み込んでください。このままだとね、硬くて切りにくいですし、ちょっと手を切る恐れなんかもあるんで、ラップでしっかりぐるっと包み込んでいただいて、電子レンジ600ワットでね、2、3分加熱してほくっと柔らかくします。はい、レンジで丸ごとチンしてから切ると楽チン。かぼちゃの大きさにもよるんで、まあ2、3分様子を見ながら、少し硬いかなっていうぐらいまでね、火を通してください。はい、次はホットケーキミックスの生地を合わせます。はい、こちらホットケーキミックスに用意しておいたマヨネーズ。これでね、コクとまろやかさが加わって、めちゃくちゃ美味しくなる。はい、そこに牛乳をね、ちょっとずつ加えながら、ダマダマにならないようにしっかり混ぜ合わせていってください。よいしょ。はい、こんな感じでね、ちょっとまだネバトロっとした状態。まあこの硬さはお好みで調節可能なんで、もう少し柔らかいのがいい方は牛乳足して伸ばしていただいても構いません。はいよー、今かぼちゃレンチンしてきました。そしたらね、もうほくっと柔らかくなってるんで、これから切り分けていきます。はい、こちらのかぼちゃ適当にね、食べやすい大きさにほろっと切り分けてください。こんなもんでいいかな。はい、今回はもう皮ごといきますけど、皮が苦手な方はね、ここでぐるりと剥いていただいて構いません。はい、こんなもんかな。ほろっと一口サイズ、ほんとね、レンジでチンしてから切るとスッと包丁が入るんでね、こんな感じ。ほんま軽く力入れるだけで切れちゃうんで、めちゃくちゃおすすめです。煮物なんかするときもいいですよ。はい、まあ今回これぐらいにしときましょうか。そしたらこれ、このままでもいいんですけど、串などがあればね、ズボッと突き刺してください。この方がね、後の作業やりやすいです。はい、串などをね、ズボッと突き刺す、ズバシュッとね、こんな感じ。はい、ここまで用意できましたら、じゃじゃーん、スライスチーズ、こいつでもう適当で構いませんのでね、ちょっとぐるっと包み込んでください。巻き込む感じでいいかな。もうあの適当で OK、 ほんのり温かいんで、ちょっとチーズも溶けてひっついてくれるんでね、こんな感じで巻き込んでいっちゃってください。まあチーズは別になくても OK です。はい、適当にぐるっとね、巻きつけて、ちょっとググッと握っとく。はい、こんな感じで OK、 これ全てやります。はい、こんな感じですね。まだかぼちゃがほんのり温かいので、チーズがとろけていい感じにまとわりつきます。これで準備 OK。 そうしましたら、先ほど用意しておいたおやつね、ホットケーキミックスの生地に通して、160度の油でね、きつね色になるまで揚げていきます。はい、こいつをしっかりとまとわす。そう、はい、160度の油でしっかりホットケーキミックスをまとわしたかぼちゃちゃんを揚げていく。よー、はい、香ばしいきつね色になるまで揚げてくださいね。油の温度が高すぎると、かぼちゃがね、柔らかくなる前に焦げちゃうんで、160度ぐらいの低温でいきましょう。はい、こんな感じですね。いい感じのきつね色に揚がったら OK。 じゃあ油からね、引き上げて、しっかり油を切っちゃいましょう。あー、うまそう。ほんとね、低温の油でじっくり揚げてください。あー、めちゃくちゃうまそうやわ。うわ、ちょっとひっついとる。シェイ、はい、完成。かぼちゃのホックホクな感じがね、たまらない、チーズかぼちゃドッグ、おやつにおすすめなんで、ぜひ作ってみてください。それでは、ぎゅーむいただきます。うん、
かぼちゃもホクホクでむちゃくちゃうまい。このねチーズをまとわしてあるんで、チーズの塩気とかぼちゃ本来の甘みがねめちゃめちゃいい感じ。ちょっとでっかく作りすぎましたね。もうちょっとちっちゃめで作る方がね食べやすくていいかと思います。ほんとね周りの生地もねサクサクふわっとしていて、中のかぼちゃがホクホクちゃいい。うまっ。ポイントとしましては、お使いになるホットケーキミックスによってね多少違うと思うんで、ネバトローっとした生地を作っていただいて、このかぼちゃにねいい感じにまとわせれるぐらいの硬さ、そうすると作りやすいです。ほんとこれねおやつなんかにおすすめなんで、ぜひ作ってみてください。うますぎ。